ビオティア県は、ギリシャ共和国の中央ギリシャ地方を構成する行政区の一つ。県とは、リバディア。県名のビオティアは、古代ギリシャにおいて、ボイオーティアと呼ばれた地方名に由来する。ボイオーティアの有力なポリス定イは、多くの神話の舞台となり、また、アテナイと藩を競ったことで知られる。ビオティア県は、中央ギリシャ地方の東南部に位置する。 県とリバディアは、県域の東部に位置し、ハルキダから西へ約 63km、州トラミアから南東へ 64km、首都アテネから北西へ約 91km、パトラの東北東約 101km の距離にある。ビオティア県は、東南側でアッティカ地方に隣接する。西に、フォキス県、北西側に、フティオティダ県があり。 東には、エビア県の本土部分と境界線を接している。南西側は、コリンティアコス湾に沿っており、東はわずかに、エビア湾に面している。ビオティア県の西部にはパルナッソス山、南西部にへ、リコン山を中心とする山地がある。南部には、アッティカとの境界をなすタイロン山地、東部には、パルニタ山がある。県東部には小さな森と平原が広がっている。 県内最長の川は、中央部の平野を流れるキフィッソス川である。県の中央部にはかつてコパイス湖という広大な湖があり、古代にはそのほとりに、いくつもの都市が栄えたが、19世紀までには干上がり、現在は平野となっている。ティーバの北には、キフィッソス川の水をたたえたイリキ湖とパラリムニコの二つの湖があり、イリキ湖が、県内最大の湖である。 南東部は巨大な工業地帯となっている。ビオティア県の気候は、主に、夏は暑く、冬は、涼しい気候となっている。また、県北部及び東部では夕方に曇りがちな天気となる、ことがよくある。一方、標高1000メートルを超える地域では、共通して、冬は厳しく、低地よりも夏は、涼しい気候である。県とである西部のリバディアと、 東部のティーバが県内の二大都市である。人口3000人以上の都市、集落には以下がある。この他に、著名な地点としては、古代ギリシャの都市で古戦場でもあるヘロニアなどがある。近代ギリシャ独立後の1833年、この地域はアッティカ・ビオティア県に編成された。その後の1899年にアッティカとビオティアは分割され、県として、 ビオティア県が設置された。1909年に再びアッティカと統合されるも、1943年に再分離されて以後、ビオティア県となっている。地方制度改革に伴い、2011年1月1日付でノモスは廃止され、ペリフェリアに属する行政区となった。バニラ社グループでギリシャ最大のパスタメーカーである、 ミスコ社の生産拠点が2001年に建設された。この工場はヨーロッパで第3位の規模である。ビオティア県ビオティア県は以下の自治体から構成される。面積の単位は経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。ビオティア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのビオティア県は以下の20の基礎自治体から構成されていた。 改革後、旧自治体は新自治体を構成する、行政区となっている。ディモティキエノティータは、さらに、キノティータに分けられる。下表の番号は、渦と対応している。自治体名、ランで印を付したものはキノティタ、それ以外はディモス。成長所在地ランで太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には、以下の軍があったが、 2006年以降法的な位置づけは行われていない。アテネ首都圏、アッティカ地方の北側に広がるビオティア県には首都圏から北部のテッサロニキを結ぶ路線、国土の西部を結ぶ路線が通過している。アテネ首都圏とテッサロニキを結ぶ幹線が県内を通過する。スヒマタリの東の井の井駅でハルキダに向かう視線が分岐する。アーカイブされたコピー。 2010年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月3日閲覧。AB デルフィ周辺の旅ギリシャ政府観光局。ありがとうございます。